ここには NBA のワールドチャンピオンの優勝したチームに贈られるトロフィーがあります。これはボストンのセルティックスの高飛びのものですね。最初あんまり実感がなかったんですけど、 NBA の施設の中を見てとかして実感が湧いてきたなっていう感じがすごくしてきて、初めてこの NBA の本部に入ったんですけど、まあ、そこで働いてる人たちの生の話を、もうその NBA っていうもの、どういうものなのか、どういうルールがあって、どういうチームがあってっていうものを生で聞けて、すごい迫力があって、自分が本当に NBA っていうものの中に入ったんだなって改めて感じました。負けた時にどういう質問をしたらベストなのかとか、ナイーブな問題もすごくたくさん見えたので、聞きたいことを聞くだけじゃなくて、どういう質問をどういう流れですればいいかっていうのを今日教えてもらったので、参考にしたいなと思いました。なんか選手のことを教えてくれる人もいれば、コートですべきことをしないでいることだったりとか、一人一人それぞれのジャンルでレクチャーしてくれる方がいたので、すごく勉強になりました。